一発三沢球技場両チームのメンバーがピッチに出てきます。さあ前半開始の笛が鳴りました。まずドーグラスグローリー長い球を前に配っていきます。このボールは中塩です。手塚は高い位置で受けた。高木に対してクルークスがついてきた。高木上げた、クレーデがいた。今日再三再四繰り返しました横浜 FC のサイドアタック、アシスト高木、決めたのはクレーデ。高木の本当に技術の高さですけど、このボールスピード、それからこの角度、それからクレーベの入るタイミング、もう見事ですね。うまくここニアにこう強い。フルークス粘りました。前は懐へフリック気味に重弘、外だ、右足の黒ヘディングブルーが後半の14分同点に追いつきました。6連勝中のアビスパ福岡。杉本だ、はい、これ和子ですね。上げたの和子です。上げたの和子なんですけど、はい、この右足のこの精度が非常に高いのと、はい、くさびを入れましたが、入れたのはハンホガン、うん、ブルーノメンです。チャンスだぞ。クルークス、いったいった、ジョルディ・クルークス。奈良です。ああ、ナイスプレー。フワンマが残した、ブルーノメンです。杉本、おー、ブルーノメンです。中塩と高山の PK。 瞬間のこのワンタッチのところ前出てきたところ、ここですけど、あこれはどうでしょう。ブルーノメンですが前に 最初に入ろうとしたんですけど、この左手がですね、中塩の、はい、で両手でちょっと、PK 失敗。入ったばかりのファンはこれですね、はい、まあ、踏み込んで、あさて福岡はここから、あ今審判に当たってましたか、ごめんなさい、気づきませんでした。そういうことですね。投手が入れ替わったんで止めたってことですね。さあ速攻だ、チャンス、石津左足、うん、これはファールの笛です。1対1、試合は決着つかず引き分け。アビスパ福岡小休止、連勝は6でストップ。しかし負けなしは継続です。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。